インド・カルカッタのスラム街、貧困と病苦にあえぐ人々、住む家もなく道端で寝起きする路上生活者たち。1979年ノーベル平和賞を受けたマザー・テレサは30年余りこの地で活動を続けてきました。マザーはノーベル賞を受けた時、個人的には受けたくありませんでしたが、私は貧しい人の名で受けました。こんなに多くの人が貧しい中にいることを知ってほしかったのですと語りました。マザー・テレサは1910年生まれ、今年71歳。18歳で修道院に入り、38歳の時、貧しい人の中でも最も貧しい人の間でキリストに仕える決心をして、単身でカルカッタのスラム街に入りました。それから今日まで、死を待つ人の家、ハンセン氏病患者のためのコロニー、孤児のための家など30を超える施設を作りました。4月22日、マザー・テレサはファミリーライフ協会と世界宗教者平和会議日本委員会の招きで来日しました。マザーは出迎えの人々の前で日本の多くの人たちと接し、神の愛を分かち合いたいと話しました。あなたたちは貧しい人の中でも最も貧しい人、病気の人、死にかかっている人、ハンセン氏病の患者、そういう人たちのために働いていますが、これは非常に大変な仕事ではありませんか？この仕事には競争相手がありませんから。あなたと一緒に働いているシスターたちはどういう動機でこんな難しい仕事をやっているんでしょうか？イエズス様が苦しみ悩んでいる人のためにやることは私のためにやることであるとおっしゃったからです。私たちが神様の審判を受けるとき、私たちが貧しい人たちのためどれだけ尽くしたかで裁かれます。私たちはみんな神様を愛したいんですが、どうすれば神様を愛することができるのか迷うことがあります。天地万物の創造主である神様は普段は遠い存在に感じられます。しかし私たちが神様を身近に愛することができるように、イエズス様は貧しい人、病んでいる人たちの中においでになります。ですからこのような弱い人々を愛するとき、イエズス様、つまり神様に対する愛を具体的に表すことができます。その通りですね。神様の子供である人々を愛することは神様を愛することです。ところが日本では多くの人たちが神様を知りません。神様を知らなくても誰にでも愛する本能があります。それは動物にもあります。自分の子供たちを大切にして愛します。全ての人間の中に愛する本能がありますが、どのように愛を表していいのかわからないのです。おっしゃる通り、みんなの中に愛する本能がありますが、同時に利己心もあります。ですから人を助けるよりもつい自分の利益を先に考えます。あなたは神様を愛しているからわがままを抑えて人を愛することができますが、神を知らない人にとってこれは難しいことだと思います。ところで、あなたはどうして神を信じますか？神様は私のお父様だからです。どうしてそれがわかりますか？イエズス様がそのことを教えてくださったからです。イエズス様は詳しくこのことを教えられ、母親が自分の子供を忘れることがあっても、私はあなたを絶対忘れないとおっしゃいました。
神を信じる人にはよくわかります。神を知らない人たちでもわかるはずです。人間は一つのものではありません。神にとっては一人一人の人間が特別な価値を持っています。ですからイエズス様はご自分を人々の命のパンとして捧げられました。私たちがその愛と勇気と喜びを知ることができるように。私たちは自分のエゴにどうすれば打ち勝てるでしょうか。愛し始めることによって、傷つくまで愛することによって、愛は身近なところから始まります。私たちは持っていないものを与えることはできません。愛は分かち合うことから始まります。マザーとシスターたちの写真をたくさん見ますと、こんなに大変なことをやっているのにいつも喜びに満ちているように見えますが、どうしていつもそれほど幸せなんでしょうか。幸せになる理由がないじゃありませんか。しかし人々は、あなたたちは貧しいから不幸せだと思うでしょ。この貧しさが私たちに自由を与えます。すべての自由、特に神を愛する自由、貧しい人々を愛する自由、ひたむきな愛に生きる自由。日本は大変進歩して裕福な国です。インドのようにたくさんの貧しい人々はいません。しかしこの国には精神的な貧しさがあります。私の会のシスターたちがニューヨーク、ロンドン、オランダ、ドイツなどあちこちで働いています。それぞれの場所で大勢の貧しい人々を見ています。それはただ食べ物がないというような貧しさよりももっとひどい貧しさです。飢えている人にはパンやお米をあげると30分でお腹は満たされます。裸の人や寒さで震えている人に着るものを与えるとすぐに暖かくなります。道端に寝ている人は私の家に連れてくればそれで解決します。でも孤独な人、見捨てられた人、怯えている人、心の傷ついた人、彼らがそれを忘れるように、また心の痛みが取れるように、また笑顔が戻るようにするには大変時間がかかります。このような貧しさは最も厳しい貧しさだと思います。もう一つの貧しさは人工中絶です。これは愛を殺すものです。愛する喜びを壊すものです。この人工中絶のことを大変心配していらっしゃるようですね。その通りです。人工中絶は命を滅ぼします。子供を殺します。神がご自分で愛するためにお作りになった子供を殺します。子供はただのものではありません。昨日飛行場に着かれた時、あなたはロザリオを握っていましたね。あれはなぜですか。テレビを見ている方々に説明していただけないでしょうか。私は祈っています。心の中で神様あなたを信じています、イエズス様あなたを愛していますと祈り、アベマリアを繰り返し唱えます。旅をしている時もですか。はい、旅をする時でもいつも祈っています。普段の祈りの時間が減ることは辛いことでしょう。できるだけ仕事を祈りにします。今こうしていても祈っています。今やっていることはイエズス様のために、またイエズス様と共にやっているのです。マザーは貧しい人々の中にイエズス様を見ると言われますが。そうです、イエズス様はおっしゃいました。私のために一人の幼子を受け入れる者は私を受け入れることになる。飢えている時にあなたは私に食べさせ、裸の時に着物を着せ、家がない時に泊めてくれる。近頃ウィメンズリブの話がよく出ますね。あなたは女性だから仕事の上で不便なことがありますか。
いいえ、男の人は女の人ほど愛する自由、人に奉仕する自由がないと思います。今の世の中では女性も知性とお金さえあれば男性に負けないくらいの仕事はできます。しかし男性には母としての愛、母としての心、母としての憐れみを持つことはできません。ですから女だから不自由だとは思いません。男性の解放運動が必要かもしれませんね。先ほど貧しいから自由があるとおっしゃいました。世の中にはお金があっても自由でない人がたくさんいます。例えば日本では自殺が多いです。物を持っていればいるほどもっとたくさん持ちたいと思うものです。それは貪欲です。私たちの貧しい生活は自分から選んだものです。貧しい人々をもっと理解することができるように自ら選んだものなのです。ですから私たちにとっては貧しさは私たちの力であり、私たちの喜びであり、自由そのものなのです。どうぞ私たちのために祈ってください。私もあなたのために祈ります。日本中でたくさんの人がこのテレビ番組を見ますが、信ずることができるように神の恵みが必要です。その方々に祈るように教えてあげてください。祈りによって心が清められます。心の清い人は神様を見ることができます。祈ることによって信仰の恵みが与えられます。どうしたら人々に祈ることを知ってもらえるでしょうか。多くの人々は人生の意義をお金を儲けることとかいいところで働くことなどとしか考えていません。まず一人から始めてください。私は33年前カルカッタの道端で一人の貧しい人を助けました。それから私たちは4万1000人以上の貧しい人々を助けてきました。お疲れのところを本当にどうもありがとうございました。親切で慈しみ深くありなさい。あなたに出会った人が誰でも前よりももっと気持ちよく明るくなって帰るようになさい。親切があなたの表情に、眼差しに、微笑みに、温かく声をかける言葉に現れるように。子供にも貧しい人にも、苦しんでいる孤独な人すべてに、いつでも喜びにあふれた笑顔を向けなさい。世話するだけでなく、あなたの心を与えます。